いよいよ発送です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアスラットレオン、ヤマニンウルス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヤマニンウルス花に立ちます。その後ろからはアスラットレオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはブルーサン、8番スレイマン、その後ろヤマニンウルス先手を取りました。そして大きく離れてレガーメベスカ、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からハピー、その外にデンシエールと、内を通ってリキサントライ、その外からグロリアムンディ、すぐ隣にブラックアーメット、外を通って名勝ダジン、隣にはウェルカムミュース、内からはゲンパチルシファー、ここにつけたのがバンヤール、天下春、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として1番ヤマニンウルス、外を通ってハピ、間を挟んでブルーサン、3番手短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭に立つのはヤマニンウルス、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 100m、 ハピ追いすがるヤマニンウルス、リードはわずか、ヤマニンウルス1着ヤマニンウルス、ハピ2着に入ったか。勝ったのはヤマニンウルス、このレースを制したのはヤマニンウルス。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。グロリアムンディ前に行きそうです。レガーメデスカそれに続いています。後方に控えたのが天下春、前に戻りましょう。先手を取ったのはブルーサン、外を通ってレガーメデスカ、スレイマン、そのうちに続いています。その後ろにグロリアムンディ、その外にウェルカムニュース、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内からアスラットレオン、デンシエールと、それに続きます。外にはハピ、その後ろにヤマニンウルス、内を通ってバンヤール、その外からブラックアーメット、内からはディキサントライ、その外からラインオブソウル、名勝ダジン、そのうちに続いています。天下春、この馬もこのグループ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はブルーサン、後続を引き離していく。2番手はウェルカムニュース、レガーメデスカ、3番手短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭にブルーサン、しかし後続も追い上げる。ブルーサン先頭、残り 100m、 ヤマニンウルス、いい足、ヤマニンウルス、ヤマニンウルス、わずかにわずかにヤマニンウルス、混戦を制しました。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスレイマン、ブルーサン、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはブルーサン、続いてデンシエールと、さらにはスレイマン、16番ヤマニンウルス、その後ろブルーサン、先手を取りました。アスラットレオン、それに続いていますレガーメデスカ、そのうちに続いています。少し開いてウェルカムニュース、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。グロリアムンディ、その前に進出、ここにリキサントライ、すぐ後ろにラインオブソウル、その外から名勝ダジン、ピンクの帽子ハピ、その後ろ隣にはバンヤール、内を通って天下春、その横にゲンパチルシファー、しんがりからブラックアーメット、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてブルーサン、2番手はデンシエールとヤマニンウルス、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、先頭を行きますブルーサン、外からヤマニンウルス、ヤマニンウルス、かわしたブルーサン、離されていくヤマニンウルス、ゴールインブルーサン、2着ですヤマニンウルス、見事このレースを制しました。いよいよ発走です。スタートしました。デンシエールと好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してデンシエールと花に立ちます。その後ろからはヤマニンウルス、この馬も上がっていく構えです。さらにはスレイマン、16番ブルーサン、その後ろ先手を取ったのはデンシエールと、外を通ってレガーメデスカ、これに続いてウェルカムニュース、間が空いてグロリアムンディ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からハピ、リキサントライ、そのうちに続いています。外にはアスラットレオン、すぐ隣にバンヤール、ゲンパチルシファー、すぐ後ろその外にラインオブソウル、隣にはブラックアーメット、並んで10番名勝ダジン、しんがりから天下春、各馬砂煙の中をかけていきます。さあ先頭はまだ2番デンシエールと、ブ
ルーさん、これはいい手応えだ。ペガーメテスカ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ヤマリンウルス先頭を奪った。後続を引き離しにかかる。デシエルと懸命に足を伸ばす。差が開いていきます。ヤマリンウルス1着、ヤマリンウルス完勝。2着はグロリアムンディ。勝ったのはヤマリンウルス。このレースを制したのはヤマリンウルス。いよいよ発走です。スタートしました。アスラッドレオン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアスラッドレオン花に立ちます。その後ろからはヤマリンウルス、この馬も上がっていく構えです。後方に控えたのがゲンパチルシファー。もう一度先頭に戻りましょう。アスラッドレオン先手を取りました。内を通ってブルーさん、外にはレガーメデスカ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。これに続くのがヤマリンウルス、グロリアムンディ、そのうちに続いています。その外にデンシエルト、その横にハピ、その外からスレイマン、内からブラックアーメット、外を通ってラインオブソウル、その後ろにウェルカムニュース、内からはバンヤール、緑の帽子リキサントライ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでブルーさん先頭に変わりました。外を通ってアスラッドレオン、間を挟んでウェルカムニュース、3番手。後続集団も追い上げにかかります。短い直線に入って、後続は届くかどうか。ブルーさん先頭です。2馬身から3馬身引き離す。スレイマン手応えは悪くない。一気にスレイマン、ブルーさん先頭だ。ブルーさん、ブルーさん1着、2着はスレイマン。勝ったのはブルーさん。このレースを制したのはブルーさん。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはヤマリンウルス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヤマリンウルス行きました。続いて前へ行くのはブルーさん、さらにはレガーメテスカ、16番ウェルカムニュース、その後ろ。先手を取ったのはレガーメテスカ、スレイマン、それに続いています。これに続いてグロリアムンディ、ここにアスラッドレオン、これに続くのがデンシエルト。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ブラックアーメット、その前に進出、内からはリキサントライ、その隣にハピ、その横にバンヤール、この集団にラインオブソウル、ゲンパチルシファー、それに続きます。その後ろに天下春、最後方に名勝打陣。各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はレガーメデスカ、外を通ってヤマリンウルス、後続も追い上げていきます。ヤマリンウルス先頭、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。スレイマン先頭、外からバンヤール、先頭、内から接近。スレイマン、バンヤール粘る。スレイマン差し切るか。バンヤール、バンヤール勝利です。2着はスレイマン、バンヤール、見事このレースを制しました。